タイニーパンクスさんとの出会いはいかかがですかタイニーパンクスは僕が「えー、っと業界君物語」のアルバムを作った後キャニオン」で「建設的」っていうアルバムをなぜか作れることになったんですよ。うん、で、えー、その,そのたまたまそのディレクターがまた面白い話で <laughs> 僕その何年か前に僕、まあ、大学に。 からこう就職しようしてみようと思ったんで、えー、いろいろこう就職活動してたんですよその時まああっちこっちで会うやつがいてしかもあるキャニオンじゃないレコード会社の、えー、就職活動において同じように勝ち抜いてるやつがいるわけで気になるじゃないでそいつ、まあ、両方とも受かったんですよ受かったけど、えー、とまあ他の仕事もやんなきゃなんないかもしれないわけど音楽以外のそれ 配属そしたらそいつは、まあ、北巻って言うんですけど北巻はキャニオンのディレクター職がもう受かって僕は講談社に行くことになってあこれ編集できると思ってで、まあ、こっちの会社をまあお断りしてものすごい叱られたらしいんだけど僕記憶ないんですけどそいつがなぜか数年後僕の。 ディレクターだったたんだだよね出てきたのがだから北巻が比較書を出したんじゃないかな。よくわかんない。なんで僕まだ全然よくわかんない僕を使ったのかが全くわからないけれどもでもとにかく建設的というのを作ることになってでそれはヒップホップがやっぱ頭にありましたね。ヒップホップをもうちょっとちゃんとやりたいっていうのは頭が。とはいええっと、2曲しか入って ってないのかなとは言いながら確かそうなんだけどでもそれでもえっと、えー、まあランディ MC 的な曲が一個入ってるのととかまあそういう風になってるんですけどまあ、それをやるときになんか伊藤正子でやるのもどうかなってなんか思ったんだと思うんですよね歌手じゃないしえー、っとその時に 当然一緒にやり,やりたいのはカンちゃんとヒロシだったまあそ,それまでいろいろ営業みたいなのもやってるわけでなんかできるなとは思ってたんですけどでやんないって言ったんだと思うんだけどそしたらヒロシたちが自分たちの名前ではやりたくないみたいなことになったんだと思うんですよねかで彼らはタイニーパンクスっていうあのグループ作ったんだみたいなえー、っと彼らの1曲目ができる頃だったのかもしれないですね えっと、なんだっけな、ラストオージーだったっけな。まあ、とにかくその頃だったんで、じゃあまあ伊藤聖子タイニーパンクスってことにしとくか、みたいな。わ割とすごい軽い気持ちでなって。はい、でもその時の、なんでタイニーパンクスっていう名前になったかっていうと、ヒロシがロンドンにいた時に、えー、ワールズエンドにいて、えー、そこで、えー、つまりその、 セックスピストルズの、まあ、プロデューサーとかが、まあ、う,うろうろしてるわけ,わけですよ、そこにはね、マルコムまくられるんですけど、で、マルコムが、えっ、ー、と、すごく背が小さい広ロのことをタイニーパンクスって呼んでたっていうことから、また、あ、タイニーパンクスって名前に彼らはしたんだけど、ということからも分かるように、ロンドンパンクの流れをすごくくんでんですよ、タイニーパンクスはね、当然のことながら。だからファッションも、山高坊みたいなやつに、まあ、あの、 それに、まあ、ボンデージパンツっていう、えーまあ、僕もそのところは、はい、よく履いてましたけどボンパンっていう状態ででも足元はひもなしのアディダスっていう形でこれはすごくこう何でもかんでも真似しちゃわない彼らのすごい意地があって僕はその見方すごく面白いなと思ったんですよね。割と まあ、もちろんジャージも着るように途中からな全員なっ,て、ま、なっていきましたけどそこにそれまでの違う文化が入ってるっていうオリジナリティみたいなものはまさ,まさにマルコン・マクラーレンがやる「えーまあ、ダック・ロック」っていうアルバム僕大好きなんですけどダック・ロックの中にあるヒップホップみたいなものがあって結局でもそれが二十何年してファレルとかカニエとかがそういう格好するようになるわけなのでつまり彼らも。 まあ、ビッグパンクスなのかもしれないけどでそういう、まあえー、オリジナリティのあることをやってる2人と、まあ、僕はやれたっていうことはこ,これも僕の運の良さであるものをそのまま取り入れる人たちとやってたらあの普通のヒップホップになっちゃってたかもしれないし英語になってたかもしれないと思います。